こんばんは、シンガリンコです。私の曲、ワンナイトが Apple Music のプレイリスト、初めての JEDM のラストソングに選ばれました。私がアーティストとして今まで自分をどうキープしてきたか、節約美容、アンチエンジング、体験したことなどをこのチャンネルでお話ししたいと思います。皆さん、最近だんだん寒くなって、リモートワークやお仕事で肩が凝ってませんか？私、実はめっちゃ肩こりで、なんと小学校6年生から、編み物クラブに入ってめちゃめちゃ肩痛いです。そしてダンスも週5でマジストレッチなしでやってたんで、もう体が痛くて痛くてしょうがなくて、なんとあまりにも肩が凝りすぎて、ある日ね、寝てたんですけど息できなくなっちゃって起きちゃったんですよ。そして月に3万円から6万円ぐらいはカイロプラティックやマッサージや整体に行ってお金を使ってました。それでね、ざっくり計算したんですけど、21年間3万円使ってたらやばいよ750万円今まで使いました、肩こりに。でも最近あるグッズやホームケアのおかげで月3万円、年間で36万円節約できることができました。シンガーはレコーディングの時にヘッドホンするので、このヘッドホンがね、こう首を圧迫して、ここがめちゃめちゃ凝るんですよ。実は私、このライズドロン超短波のマッサージ機使ってます。これ超やばいよ。え、16万5000円やばいね、超高いんですけど、本当にね、毎月3万から6万、本当最高6万ぐらい使ってたんで、13万でもね、カイロプラティックとかに行くお金が減るんだったら、ちょっと悪くないかなと思って、買っちゃいました。これで皆さん、私のやばい肩こりが、本当に理解できません？こんな16万の機械買っても惜しくないくらいお金を使いすぎてたので、今、家庭で、なるべく、ほぐすようにして、最近 YouTuber さんすごいじゃないですか。整体師のストレッチを何個か試してみて、皆さん体に合うものがあったらぜひやってみてください。この超短波のマッサージ機をちょっとご説明します。組織を振動させ、摩擦で温める超短波。超短波は組織に対して1秒間に2万700万回、深部の筋組織を温めてほぐします。ライズドの EX は医療目的で使われる周波数の 27.12MHz を使っています。ライズドの EX は筋肉が凝り固まったところに1日1時間使用できます。私は肩こり解消のためにこのライズドの EX を使ってます。ちょっと使い方を説明します。電源を入れて、これが強弱のレベルです。でいつも強にしてスタートで、ここを痛いところに当てます。これね、一回ちょっとライズドロン壊れちゃって、前はこんなうるさい音しなかったんですけど、雑音がするようになってしまいました。でもライズドロンの会社さんに修理お願いして、ちゃんと修理していただいたので、また使えるようになりましたので、結構もう何年も使ってます。素肌にこのままつけます。2秒ぐらいで動かさないと火傷しちゃうので、ずっと痛いところに押し付けるのはやめてください。これね、結構きます。でもね、16万5000円ね、どうかな。まあ持ってるんですけど、正直めちゃくちゃ凝ってる人結構難しいかもしれない、正直言うとちょっとこの会社の人怒るかもしれないけど、例えばハリやカイロプラティックに行ってもどうしても良くならない方のこれは正直これじゃ無理です。だけどすごく凝ってる方でハリ治療をやってほぐれるところは、だいたいこれを使うとほぐれます。ハリを使わなくても、ハムストリングが痛くなった時にこれ1時間ぐらいしたら本当に痛みが取れました。整体院とかにあるライズドロンは4倍ぐらい出力が強いんですって。やっぱりね、こちらの方が効きます。どう
うしても針をやっても何をやっても凝りが取れないっていうのは整骨院にあるような業務用の大きいサイズトロンでやると、効果がありますけどね。さすがにこの家庭用だとその4分の1の出力なので、これないよりは絶対あった方がいいです。16万5000円の超短波のホーム治療器を持っている私ですが、でもこれもめちゃおすすめです。メグリズム最高。16枚入りで1000円ちょっと、1200円ぐらいとか1400円ぐらいで売ってるんですけど、これめっちゃいいです。何がいいかって、まあ安いのと、まあ使い捨てだからね、これ1年2年3年したらまあどうかなとは思うんですけど、まあお手軽なのと、これをつけてパソコンやったりとかできるからめちゃ楽です。このライズドローンはめいいんだけど、メグリズムだとここの首はできるけど、ここの細かい首の後ろのところとか腫れないじゃない、髪の毛があって、そこをやるのはやっぱりライズドローンのこれがあるとめちゃくちゃ細かいところできていいんですけど、メグリズムは貼ってほったらかしで、好きなことがずっとこうパソコンやったり本読んでたり仕事したり家事したりできるのがめっちゃいいです。ああもう冬とかに肩痛くなっちゃって、もううわ苦しい、もう絶対針行かないと辛いって、もう肩凝りすぎて頭痛い、どうしよう、ほんと辛いって時にメグリズムってめっちゃ効くんで、男性とかは暑がりの方はちょっと気をつけて、暑くなったらすぐ外してくださいね。私は冷え性なんで、もう4つぐらいあります。首と肩甲骨のところに真冬とか貼るんですけど、温泉入ってる時みたいにちょっとのぼせてくるんですけど、ポーって熱くなって、で外す時にはもうほんと首と肩甲骨とかあったがめちゃくちゃ凝りがほぐれてます。ぜひおすすめなので試してみてください。肩が凝るとリンパの流れが悪くなって、ほんと美容にも良くないですよね。こっちはほうれい線全然できたことないんですけど、こっちがね前ねちょっと危なかったんですよ、ほうれい線になりそうみたいな。ここの凝りが顔半分の血行悪くしてるんで、やっぱりちょっと老化してちょっとここだけほうれい線ができかけてましたけど、今は美顔器でトリートメントして、もうほんと全然全くほうれい線はないです。ヒアルロン酸とか何も入れてなくて、またねこの秘訣も動画にして後日アップしますので待っててください。あとね、私がなんで針治療やめたかというと、めちゃめちゃ肩凝ってるんですけど、針のね先生行ってもね全部やってくんないんだよね。あっちもこっちも痛いんですけど、絶対先生さどっかで忘れんの。終わった後に、針治療終わった後に、あー先生ここ忘れてたみたいな、それでなんかムカついてきちゃって、もうほんとイライラするみたいな、どんだけお金使ってんの思って、やっぱりなるべく家でストレッチしてメグリズムとか貼って直そうと、このライズトロンをねやったりしね、もうね疲れました。だって良くならないんだもん、ずーっとどっか痛いから。とね、ハリーの先生がよく言ってるんですけど、治療していただいて良くなるんですけど、逆に良くなったら他のとこが痛く感じるんですって。だからもうエンドレスみたいな。なんでやっぱりお家でストレッチしたりホームケアで治した方がいいですよね。では皆さん、効果があったなっていう治療法がぜひありましたらコメント欄に書いてください。今日のピアスはこれです。あーしてなかった。今回のピアスはこれです。クリスタルのピアス、キラキラで可愛い。トップスもインポートのトップスです。では今回の動画が良かったなと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録、そしてリクエストも待っていますので、ぜひコメントよろしくお願いします。バイバイ。 We are the one.